もよくやって専門チャンネルです。今回はですね、プニプニでこの不動明王会、最強の剣舞魔人、不動明王会をゲットしたいと思います。で、封印がまだですね、コンプリートできてなくて、シュカ様と、あと闇エンマとトーナメント50回優勝か。で、今ですね、シュカ様が来てるので、攻略していきたいなと思います。幻灯がおったら、めっちゃ攻略しやすいんですけど、まだゲットできてないので、今回は、特攻なしで、幻灯なしで攻略したいなと、不動明王会ゲットしたいなと思います。シュカ様って HP が10万ぐらいあるんですよね。なのでパーティーこちらでちょっとやってみようかなと思います。フィーバー中にヤシャエンマとリンネの必殺技2発撃てば勝てんちゃうかなと。シュカ様倒すまで終われません。木を見るのではない。森を見るのだ。こうちょっとこう離して、こう森を見る感じで、繋げていく。フィーバー素早く突入させるにはやっぱ、木を見ていてはいかんよな。森を見なくては。でかくに降ってくるのいいね。リンネとヤシャエンマ必殺技連発かな。でかくに降ってくるのマジでナイスやな。誰のスキルだ。よっしゃー、アタックチャンス。まずリンネ。とはに苦しみなさい。必殺技 G。さらにヤシャエンマいとこう。ヤシャエンマの弾があります。最高や。決めるぞ、これで。うっしゃー、必殺技2発で決まりましたね、シュカ様撃破。やっぱ G の力は強え。強えぞ。ヤシェンマリンネの必殺技 G がマジ威力半端ない。シュカ様を倒したんで、もう不動明王倒せるかな？無理？はい。続いて闇エンマも攻略していきたいと思います。エンマ族縛りで攻略できっかな？シュカ様倒した時と同じようなパーティーで、行ってみよう！とりあえず、ヤシェンマ繋いでいこう。そして不動明天。よいしょー。魔王し、しん、ん？そらまじ。早くフィーバーに入りたい。オッケー。で、こっからだよね。大事なのは。よいしょー。残務1000G。で、リンネも撃っとくと。どう。これ倒せんじゃね？ 8 万 9000 で。これ闇エンマ撃破。やっぱエンマ族、強えなこれは必殺の秘伝書のページかな。必殺のページ。水色ゲット。エンマ族で、シュカ様闇エンマ、倒せますね。いけますな。闇エンマってなんか知らんけど出にくいよね。シュカ様ちょいちょい出てくるけど、闇エンマ結構出る回数少ない。闇エンマを倒すと、不動明王会の HP を減らすことができます。もうこれで倒せるかもしれん。それではですね、不動明王会攻略したいと思います。6つのパワーを封印したので、まあ、いけるでしょうと。使うパーティー、こちら、ニョロロン族縛りというか、ほぼニョロロン族で、この Z ランクの野坂くんを、フィーバー中に打ちたいなと。フィーバー中に攻撃力小アップ2連発からの野坂 Z ランク必殺技でゴールを決めたいなと。これさ、自分のパーティーの HP 5745に対して、不動明王会は59万っていうね、100倍、100倍強いよ。デアファルコンとダンブリーと野坂の必殺技を打ちたいから、それを意識して繋いでいく。諦めたらそこで試合終了だってばよ。安西先生がそう教えてくれた。わしに不可能は、ない。デアファルコンおる？ダンブリーおる？で、野坂。あー、ちょい厳しい。ちょい厳しい。ダンドリー、デアファルコン、野坂は G。で、勝ちかもしれんので、この隙に好物をあげたかったけど間に合わずか。とりあえず、不動明王を撃破することはできました。先にやっぱ好物あげとくべきやな。このパーティーでなんとか倒せるな。
挑戦者よ、その力見届けたぞ。手合わせならばいつでも受けてたと、さらばだ。ようやく倒せた、不動明会。月光魔ツバメ返し、まさかの、まさかの2回目できましたね。なんか100回ぐらいやってようやく1回ぐらい勝てるぐらいの勝率なんですけど。時は満ちた。お主を真の強者と認めよう。あざす。我が力を持って何をなすのか最後まで見届けさせてもらうぞ。ということで、不動明会 Z ランクゲットでーす。やったぜ。特攻なしでも、なんとかなりますね。すげえ嬉しい。ついにですね、不動明王のパーティー完成しました。こんなおるんやっていうね。5種類もおるぞ、不動明王。最初に出てきたのが一番左の不動明王ですね。で、次に出てきたのがこの左から2番目の不動明王。じゃ、フクロウがその春夜くんから妖精剣奪ってきて、勝手にね、変身したんですよね。憑依召喚したんですよね。で、次に登場したのが不動明王10。フクロウから妖精剣を月並トーマくんが奪ってですね、で変身したらこう覚醒してる状態ですよね。不動明王天、左目がちょっとこう燃えてるっていう感じですよね。右目だけで見てるって感じなのかな。で次に登場したのが不動明王ボーイ。妖精剣から爆誕したんですよね。不動明王天がパワーなくなって不動明王ボーイが爆誕で、最後一番直近で出てきたのがこの不動明王カイですね。 Z ランク、この中で一番強い不動明王は果たして一体誰なのか。トップ3を今回はですね、検証してみたいなと思います。で、評価ポイントなんですけど5つ設けてみました。攻撃、HP、必殺技、スキル、そして見た目、この5つの評価で決めていきたいなと。トップ3を1個ずつ決めてって、1位には10ポイント、2位には8ポイントで、3位に6ポイントっていう風にして加算してて、最後トップ3をね発表したいと思います。まず行きましょうか。攻撃、この中で一番強いのは、ババーン、すごいっすね。あ、やっぱり不動明会が攻撃一番高い、1069、10ポイント。で、2番目が不動明10ですね。僅差で2、1064です。で、3番目に攻撃強いのが不動明邪ですね。邪が3位。なんか意外とボーイくんはこれ最下位ですね。続いて HP 見てみましょう。一番高いのは、ババン、一番高いのが不動明王10ですね。1位は10。続いて第2位が864の不動明王海。やっぱ Z ランクは強えな。そして3位が不動明王ボーイ。ここできましたね。717HP。続いて見た目の評価いきましょうか。1位はどう？ 1 位誰が一番かっこいいかな。やっぱり海がいっちゃんかっこいいかな。ボーイもめっちゃ可愛いよね。え、めっちゃむずいな、これ。見た目。もうちょい、アップで見てみるか。プニーだけじゃなくて。ボーイくんがこれね、可愛らしいよね。海。不動明王海がこちら。まあ、基本的にみんな右手で、この、不動雷鳴剣を持ってるんですよね。かっこええな、やっぱ海。で、こちらが、初期の不動明王ですね。そして、こちら、不動明王邪。邪もかっけえな。じゃあかっこいいな。不動明王天。天とじゃあで比べると、どっちがかっこいい？じゃあかっこいいな。じゃあインパクト強かったし、じゃあの方がかっこええな。ということで、決まりました。1位は、不動明王海。で、2位は、不動明王ボーイくん。かわいらしいからね。そして3位は、不動明王じゃにしたいと思います。続いてスキル見ていきましょうか。最後に必殺技比較していきましょうか。フィーバー中に必殺技打ってみて、どれぐらいの威力いくのか、その辺を比較してみましょう。パックンと対決。必殺技今回不動明王
検証してみようかな。この不動明王ボーイと不動明王がめちゃくちゃ似てるんだよね。デカプニにすると分かりやすいけど、ちっちゃいと分かりにくいね、これ。目を凝らしてみると分かるんやけど。これがボーイくんの。ほらほら。色合いがめっちゃ似とるね。やっぱりボーイと不動明王。サイズこれで13。あとはフィーバー中に必殺技を打ってみて、どれぐらいの威力いくのか、見てみましょう。ダメージどれぐらいいくのか。トリプル S ランクは、あれだよね。G はないんだよね。Z ランクが G あるんだけど。必殺技、発動してみましょう。いきますって。スコアどれぐらいいくのか。雷鳴、鉄槌斬り、切りまくり、切りまくりや。めっちゃ剣が降ってくるんだよね。ダメージが2万4000ぐらいですね。2万4000か。ちょっとこう、時間のロスがあるよね。なんかさ、ずーっと剣が降ってくるしね。だから時間止まってたらいいんだけど。そしてこの決めポーズ。不動明王ボーイだけ微妙に違うんやけど、他の4体は決めポーズ同じなんだよね。行きましょうか。不動明王、じゃあスコアどれぐらいいくのか。プニを消しまくる。威力が2万2000っすね。行きましょうか。ドン。ついぎりプニを消してデカプニの技ゲージを上げるっていう必殺技。2万6000か。行きましょう。フィーバー中に打ったらスーパーフィーバーになるよね。ドッカン雷鳴斬り全消し。そしてスーパーフィーバー。ダメージは3万2000。これでかいね。3万2000。行きましょう。フィーバー中どれぐらいの威力いくのか。鉄槌斬り。プニが消えて自身が降ってくると。これは良いぞ。ダメージ2万5000。もう一発打ってんじゃね？ 5 万ぐらいになるんじゃね？なんかあの、必殺技がすごい、極武士にゃんに似てますよね。ということで、結果発表いきたいと思います。最強の不動明王は果たして一体誰なのか。ドルル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 ル不動明王ボーイで30ポイント。そして第3位が不動明王天24ポイントです。この並んだ順番でしたね、強さ。一番右が強くて、一番左がいっちゃん弱いという感じですかね。ってことで今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。